頑張って皆さんありがとうございます。はようペコリゴン、あれ画角が違う、そう本当にちょっと違うかな、ちょっと急ぎすぎて、ちょっと待ってね、まだお顔がカノンじゃないから多分今ちょっとすっぴんなのは変わらないんだけど、寝起きすぎて変わらないから半分でとりあえずスタート。はい、ポッポありがとうございます。ペコリゴンお疲れ様、ありがとう。ポッポッポありがとうございます。お疲れさんちゃんです。お目覚めはグググしっかり寝れたの。そう昨日の声楽しかった、バンクのユニフォーム気づいてくれてね、え気づいた気づいた、パパありがとうございます。おはよう、いいから何でもできる、123ちゃんおはこんばんにゃんたろう、んで昨日発案だったらもう夢で綺麗にしてよかったです、ありがとうございます。反転してるの、嘘、それはやだ、反転してると全然見え方違うじゃん。今日コメントたくさんありがとう、ちょっと思いつけなくて申し訳ない、ありがとう、よく頑張った、ありがとう、はようさんありがとう、おめでとうありがとう、あカノンが言った通り皆さん終わってからのおめでとうもありがとうございます。試験です、なんでやねんカノンさんですけど、はい、お仕事頑張ってください。重力心配しね、本当にもう頑張るってなる、もうさらにさ、ずっと頑張るって思ってるんだけど、さらに頑張るってなるよね、あのトゥルルルルを聞くと。あ、おめでとうございます、500回ありがとうございます。500ってなんて言うんだよ、500、適当に言っちゃった、ちょっとね、おめでとうございます、本当に本当にもう長く長らくありがとうございます、嬉しい、たい焼きありがとうございます、墓のフェスティバルこれめっちゃ良かった、ありがとうございます、はいよ、ここがカノンじゃない、パワーさ僕はちょいカノン、そうちょ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 にちら、お疲れ様ありがとう、たい焼きありがとう、そう500回ってすごいよね、なんすごいよね500回って、ありがとうございます、まだお顔が変わんじゃない、はい今日の名言、はい、さんちゃんが、あ昨日昨夜は輝いてるさんちゃんが見えて嬉しかったよ、はいありがとうございます、4分の1はあんちゃんはいありがとう、え、なんで反対になっちゃったの、反転しないで、剣が目に染みました、なんでやねん、昨日でも本当にあの汗が目に染みて最後大変だった、衣装似合ってた、やった全部似合ってた、嬉しい、カムレッセンといいパフォーマンスといいカム、本当ですか、めっちゃ嬉しい、現実なんだよね、今度研究生公約が、え来てください来てください、ぜひ来て、え来たこくれたことなかったっけ、なかったか、来てください、楽しみ楽しみ、安定してる、お腹が鳴った、ティームで日差したと顔お腹出し、そう昨日急遽彼女知らなかったんだけど、お衣装が変わるってなってってなって、だってフェスティバル公演の衣装って結構さあそれぞれに個性がある衣装だからさ、危ないのかなと思ったけど、前よりはなんかお腹が出ちゃうやつでした、安定機内で間もなく、そうなんだ、ありがとう、気をつけて帰って、楽しかった2日間ありがとう、おはよう、モーターさんも反転、あらら、またまたニキちゃんの言うか、あらありがとう、反転しても可愛い、ありがとう、はいよ、5分の3ちゃん、いいですね、徐々に3ちゃんになっている
れ様。でもさ、カノンが見てるさ画面は変わってない。おはようございます。おはよう。今日はめっちゃです。なさっちゃかわいそう。本当ですか、ありがとうございます。たい焼きありがとうございます。改めてのデビューありがとう。楽しそうに踊ってる姿見てニコニコしててありがとう。嬉しいことです。とても。はいよにゃん、カノンちゃんの綺麗パフォ大好きだよ。ありがとう。女神の初めの足上げキレイにできてたよ。だって女神、女神はてててんてんてん。はじめ感想、まあでもできてたなら嬉しい。おめでたい焼きありがとう。おはようございます。たい焼きありがとう。おはよう。フリカンとかにありがとうございます。よく頑張った。あの関さんちゃん髪好きだったね。よく見つけたよく頻度がね、よく見つけました。たい焼きありがとう。さんちゃん、リアン、しずちゃん、リアンちゃん、しずちゃん、楽しくパフォーすごいね。そう、みんな楽しくできた。そう、500回すごいね。ああ、ご本人いらっしゃった。よかった、ありがとう。かのちゃんのおかげです。いや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 、ありがとう。花火のステップ細かくて難しくなかった。マイクキャプテンがキレキレでビビった。いや、あのなんていうの、ステップ、まあもちろん今回の追加曲っていうことで新しく覚えなきゃいけないかったから不安はいっぱいだったよね。でカノンの前がちょうど何の時か、サビかな、サビの1回し目か、ま、サビがカノンの前がマキコさんと多分伊田さんの時瞬間があって、もう迫力にびっくりしちゃった。まずマキコさんがいて前に、で、あ、めっちゃやってると思って、カノンもいつもより違うな、練習の時よりは大きくなったんだけど、大きさがもうつられるぐらい大きくなった。で、大きくなったんだけど、でもまだまだだなって思ったしって言って、でもカノンあんまりさ練習と違いすぎる動きをすると大変なので、カノンのペースも持ちつついつもより大きくやろうと思ってやってたんですよ。で、そしたらこういうだってこういう振りがあるんですけど、その時にもう多分伊田さんとマキコさんが前で、もうなんか2人の顔がこう後ろにもう見えてた、あれは見えるレベルで後ろに下がってきて、ちょっとビビりました。もっと頑張らなかのって思いました。うん、コメントが流れちゃったコメントが流れちゃった。あ、ミネちゃんありがとう。おはよう。あ、とてもよかった、ありがとう。おはよう。かのんちゃんのいいとこしなくなすかいっぱい出てて本当によかったね。でもさあ、しなやかなダンスすごい褒めていただいて嬉しいから、今度はキレキレのダンスもこう混ぜていけるようにしたいなっていうのが今のカノンの課題なんです。アイスコーヒー振って冷やしてたら世代に、え、振って冷やしてたの、振ってってどういう風に、振って冷やしてたの歌ってるシーンとか激アツ、うん、3人でね、そうそうそう、何回かあったの。白馬の時もあったし、金木犀の時もあったし、他にもあったと思う。多分ショールームの問題、あ、そうなんだ、してない人もいるの、ずるい人だね。鼻に上がってたね、3人ともお腹だし、衣装当てられてたね。本当だよね。公園入った知り合いがめっちゃ楽しそうしたと感想があります。はい、とても楽しかったですってお伝えください。リアンちゃんと親身になるポジション、そうだね。サンちゃんのこと昨日の公演で気になりました。これはお寿司かにのお寿司かないのかに、だってお寿司かないです。はい、昨日のカノンちゃんの笑顔いつもの120%増して弾けてたね。本当に楽しかったよ、めっちゃ。
iPod で配信すると反転する。これはいつものね、あの iPhone12 さんです。はい、よいつものポーズお願いします。了解です、せーの。あ、お顔が戻ってきたかもしれないかな。見慣れただけかな、自分が。未来が目に染みるの最後の前、ちょっとカノンちゃんだと本当に上手だってね。カノンでもなんかこう口下唇を噛む癖があって、なんかちょっとたまにね、あれはまあギリギリいい表情でだと言っていただけたな、すごい良かったなって思います。ビーバーみたいになっちゃう時あるから、こうね、わかる、あやぶデッパーみたいになっちゃうから気をつけたいなって思ってるんですけど。はい、でもすごいあれ最後なんか多分研究生で今回アンダーで出たその10期の3人を映してくださったっていうツイッターがあって、もう本当にへー、ありがとうございます、ありがとうございますって思いました。カメラさんありがとうって嬉しかったし、あの本当に最後ここまで気が抜けなかったから、ここでふぅみたいな、まあお見送りも気が抜けついたわけじゃないんですけど、振りとしてはここでなんかちょっと一段落してふぅって感じでした。今日もおかえよ、でもどちら様、嘘、どちら様、はんぺん、はんぺんじゃない、ぽよのお腹が可愛かったよ、はい、ぽよでしたね、はいよ、ほっぺつねる、ぴょん、はよ、はよさんちゃん、表情すごく良かった、お縄の展開の予感の回の表情キャップで最高でした、ありがとう、見送りで試合になんでやねんしていただきありがとうございます。さんちゃん、あ、にちゃんってやってくれたの、よんちゃん、よんちゃんってやってくれたの、またにちゃんってやってくださったのよ。画面が暗くなった、なんで、え、暗くなっちゃいました、星になってる、車で、あ、奈良からのお越しでしたか、ありがとうございます、とね、奈良からありがとう、たい焼きありがとう、お腹出しなさい、かわいかった、ありがとう、はいよ、安定してないの、もうな、どっちやねん、花火終わらない、自分の好きな曲だから気分は嬉しいサプライズ、あー、よかった、カノンはねこの曲その前にちょっとまたコメント遅れちゃうんだけど、すんごい前にあのすごいカノンがめっちゃランニングを朝頑張ってた頃、ジムにも行ってなかったで朝ランニングをしてた頃にスキーの曲をいっぱい聴こうと思って、あのスあ言っていいか、多分どことも会ってないから大丈夫なんだけど、 Spotify であの、まあ、聞いてたわけよ、 SK を調べて、でランダムでもういろんな曲があるんだけど、この曲だけなんか引っかかっとって、引っかかってて、この曲だけなんか、あ、なんかあこんな曲もあるんだと思って、この曲だけなんか聞いてたんだよね、この曲だけなんかちょっとリピートしてたの、別に覚えようとかも思ってなかったし、あ、こんな曲があるんだっていろんな曲を聴いてた中でこの曲だけあのそのすごい2回ぐらいは聴いたのそうだからなんか知ってて、カノン全然公演とかで多分あんまり何の曲だっけでも見たことないのに、この曲だけはすごい引っかかったんです。配信側は前から反転や、そういうこと、暗くなった、おはよう、初アンダーよかった、ありがとう、メンバー全員新ポジションの最近ちょっとだったようだね、先輩はもともとそうお写真ね撮っていただいても本番前にありがとうございますって言って、本番後もありがとうございますって言ってもらいました、大変でうまいこと言いましたね、だって皆さんのおかげもあります、はよう、反転テロップ、テロップどうしよう、フェスティバル公演ありがとうございました、SK フェスティバル公演、あらら、マジで OK、 寝転んでないせんがそれは
それはあれだね、ぐるぐる回ってカノンを見失っているかも。ぐるぐる回った後だよね。ぐるぐる回ってみんながバーって回ってカノンを多分見失ってる。昨日は、ね、転んでないんですカノンさん。勘違い。お仕事行ってまいれ行ってまいれ。袋の位置がこっちからこっち逆になった。おはよう。そこからおしりさんが配信してるからショールがびっくりして配信判定してるとか。おしりさん。おはよう。あんなお疲れ様です。ありがとう。おはよう。一曲目でサンちゃん見つけて目がうるうるいちゃう。嬉しい。それは嬉しい涙ということでよい。嬉しい。500回おめでとうございます。かのんちゃん、おいらのクロワッサンたい焼きはね、ないよ、ないよ。でもすごい好評で嬉しかったです。先輩たちもすごい喜んでくださって、喜んでくれてよかったです。昨日ありがとう、お疲れさん、また来るか待ってるね、また来やね。おじさんちゃん、管理ありがとうございます。おはよう。花火のりおなさん、めっちゃ嫌い。そうだよね、本当にびっくりしちゃった、びっくりしちゃった、圧倒されちゃった。ダメだよね、もっとかのもパワーで行かないと。おはようございます。じゃあおはよう。こちらそう、テロップ入れました、ありがとう。うん、寝てるでしょ、どちらさんって感じ。おはよう。いい、仕事行ってきます、いってらっしゃい、頑張ってね。おはようございます。123ちゃんどう、目が開いてない、知ってる、もう目がもうこういう感じだよね。昨日メンバーそれぞれの掃除を効果を感じました。はあ、とりあえず2かけて入り口まで行ったけど外れた。あらららららら、マックには行きましたか。判定してるから双子の姉妹の配信見てみて。カノンちゃんはどこだ、どこ行ったんだ。既存のサンちゃんのサイリウム振ってた、見つけたと思う、見つけました。ありがとう。自己紹介のお前さんトークでレオナさんとカイニャンが謹慎してたのが超面白かった。だって、優しい。おはよう、ご両面のお届けありがとうございます。アンダー初出演、ま、たありがとう、ありがとう。いろんな先輩のいいところをどんどん吸収してパワーアップだ。いや、初アンダーなのに不安な顔を一切せずに楽しそうにしてたかのんちゃん、なかなかすごい、うん、すごい楽しかったもん。もう本番が来ちゃったらやるしかねえって感じなんですね、本当に。最前端っこの方で紫白出たん、紫白出たんだけど、さんちゃんの自己紹介の MC の時にこっそり、お、待て待って、最前端の端っこの方で紫白出たんだけど、さんちゃんの自己紹介の時にこっそりピンク追加した、ありがとう。嬉しい、ありがとうございました。そう、あの、何ですかね、その紫白に追加してくださったのも嬉しかったし、多分の話になっちゃうんだけど、そのさんちゃんってやってる時だけ、あの、何て言うんですか、ココナさんが紫とピンクなんですよ多分。そこに、あ、今日はアンダーでね来てくれてありがとうって、多分そういう思いだと思うんですけど、白を多分追加してくださった方がいて、嬉しい、ありがとうございます、もうお邪魔しますっていう感じでした。はい、おはご、おはちくわー、寿司かねー、お寿司遅れてるね今日は。ちょっと一つずつ読んじゃうね。大師匠がお話し回36枚分褒めて、褒めたいってツイートして85枚まで増やしてもらうのに頑張るね。頑張る。そう、あ、そのツイート見たよ、カノンも。多分枚数が増えてたの、嬉しかった。昨日病院に行った帰りにお寿司ね、お寿司見た、お寿司はそれが飯してるかと思って、お寿司な、いいなと思って、めっちゃ美味しそうなお寿司だった。ちょっと前にカノンもねお寿司見たんですけど、食べた、見てない、食べたんですけど、でももっと美味しそうでした。 iPad と iPhone と iPad で配信すると反転する、治る、ビバ可愛いやんだって。あやさんちゃん、だるまちゃんが来るんだ、ありがとうございます。今日なんか魚眼レンズみたいな画面になってる、縦によると
端によるという感じ。そうなの？とりあえず岡本さんのさんは今日はちょっと大変なので明日には復活していると思います。かのんちゃんフェイスが回復しました。本当ですか？端っこに寄っちゃいかん。難しいよ。DM のかのんさんめっちゃ映ってました。本当に？かのん昨日は、でも昨日は前のシャッフルよりもカメラは見つけれました。なんじゃん好きやのだっていい。嬉しいな。で仕事行ってまいる行ってまいる。ホワイトおはよう。あ見送りやメンバーもハーモニーラックスが一番。うんうんうん。今週最後に行ってきます。お金曜日、あ違う違う、え金曜日頑張って。でなよなさんのできなかったできなかったツンツンできなかったよ。あとありがとう。解かないでごめんなさい。ありがとう。支援後の笑顔もよかった。やりきってやりきったでっとやりきったぞっていう気持ちが伝わってきた。よいしゃー、ありがとう。ツイートもありがとう。ハートありがとう。八期生九期生の応援が始まるね。いろいろ勉強してね。うんうん。DM かな。あ違う、あの八期生の方と九期生の方がさ、えかのんちょっと情報がまだ全部さしっかり分かってないんだけど、発表された。なんかハートありがとうございます。普通に見えてる。あれハート100個投げてありがとう。嬉しい。キラキラのカチューシャ似合ってたよ。あれさ3人聞いてください。前カチューシャだったじゃないですか。研究生はカチューシャみたいな話があって、で2個カチューシャがあるみたいな、多分ね記憶によればそんな話を聞いたんですよ。だから3人だと1人が免れるっていう話だったんですよ。なのに昨日はカロンさんだけカチューシャで、2人はなんかちょっと違うやつをつけてたんですよ。どういうことと思って、カノンも違うのもつけてみたいと思いましたね。カチューシャでもそう似合ってたならすごい良かったなと思うんですけど、カチューシャが1人しかいなくなって、あれカノンも飾りつけたいと思って思っちゃいました。ちょっとちゃんと可愛い顔とで、本当ですか、ありがとうございます。発展してる人といない人がまだ、はんちゃんポッポッポッポありがとうございます。たい焼きありがとうございます。あよんちゃんなんだよね。セレクション懐かしかった。あのんちゃんそうスポーティアップルミュージックの時もあったし、スポーティファイの時もあったけど、今はもうどっちも使わなくなっちゃって、今は YouTube で聞いてます。57日ありがとう。反転してる。白米もよかった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 。こちらはパソコンさんの iPhone 2台全て反転してます。あら強力な、なんかあれですね。157日ありがとうございます。引きの157日ありがとう。両耳かけはマネージャーに許可され、はいちゃんと確認していいよって。まあ日によって違うのかもしれないけど、マネージャーさんに、昨日のマネージャーさんはまあそのパフォーマンスのことも言ったらそれはまあいいよみたいな感じだったんですけど、コメント読んでくれるの嬉しいからまたコメントしちゃう。んそうどんどん遅れてっちゃう。こんばんはよんちゃん初見です。なんでやねん。他のメンバーの書類もあらら。157日ありがとう。行こうな。ちょっとゆっくりできそうですか。あ今日ですか。あ今日はゆっくりできないんですよ。はあ、ゆっくりできないんです。でも時間をねちゃんと自分で作ればゆっくりできる日です。君が思っているエレレオナちゃんの前で踊ってたけどどうだった。なんかもうなんかすごい なんていうのかな、レオナさんがすごいパフォーマンスでこうなんていうのがすごい安心っていうか安心感、こうあのなんていうんですか、どんとこう構えてくださってるから、そのあれですよ、なんていうんだ、存在として、存在としてです、存在としてこうレオナさんが前でこうどんとしっかり立ってくださってるから、
安心してこうパフォーマンスができる感じがすごいありました。でしかもそれにね負けないようにというかそれに続くようにちゃんと後ろだったんですけど、カノンは踊ろうって思ってこうなんか気合いの入る感じ、すごいなんか真ん中でレオナさんがこうドンと構えてくださってたからすごい多分安心感がある感じでしたね。そしてそしてパフォーマンスではすごい綺麗でもありキレッキレでもあり見習うとこばっかりだなって思いました。はんぺん美味しい、上で寝転んでとか回転とかチームにと得な感じ、うん、そう昨日は寝転ばないところに移動になって、あのそう前は寝転ぶところの真ん中だったのに今回は寝転ばないところのポジションでした。ハートありがとうございます。寝転びさんちゃんも期待してます。はい、ハートありがとう。157日ありがとう。ハートありがとう。フェスティバル幕が開いた瞬間のみんなの最高の映画、そう開く前に昨日はすごかった、よし行くぞーみたいな、みんなで高め合った状態で出た感じすごい。クロワッサン待機ラブユキ顔でした楽しかった。カメラ屋さんも頑張っててね、肩出しのセクシー衣装も着ていた。そうあのねこれも話したい、あのバラの儀式のからの衣装赤い、今日また変わった、全部変わったんです衣装が今回だから、ある程度のあれはまあ前のに合わせてくださって最初にフィッティングしたんですけど、この最初来たのその自分でね、いいですかこれで合ってますかってチェックしてもらうのね、あのサイズとか直しがないかも見るために。そしたらうんうんうん、あこれいいねって言って後ろ見た瞬間、あこれ違うよって言われて、え何が違うんだろうと思ったら、袖はないんですけど何肩ワンショルダー、この片方の肩だけここに布があるんですよ。それをこう下に着ちゃっててもう全部もうここはあのないのかと思ってたんです、肩は何も。そしたらここだけ肩があるやつで、なんだこのデザインはって、はい、びっくりしました。うん、昨日の自己紹介もしよかったよ、他のメンバーさんの反応もよかった、おはようございます。反転中、上下大変だよそれは、はい、カモンが上から覗いてるじゃん、立派でした、ありがとうございます、嬉しいです。よう 3.1 ちゃん、お潜っちゃった潜っちゃった潜っちゃった、頑張ったかのんちゃんに心きんなかなデビューおめでとう、頑張ったねうふふありがとうふふはよう、画面に映したらいつものさんちゃんになるか試したが眠そうなさんちゃんだった、あらはよう、紫ピンクのサイリウム、そうそうそう多かった多かった、フィンランドミみんなどみなくれ自己紹介会にさんちゃんしてくれねー、嬉しいですね。そう昨日ほの野さんから袖にいる時になんでさんちゃんって言うのって言われてそういろいろ説明してましたMC で弁当の話題を出すのはいつものことのようだ、そう肉団子みたいな顔みたいな面白かった、はよさんちゃん、この3人すぎるフィンランドミラクル、さんちゃんとお話ししてみたいな、だって映画のもしてみたいです。レオナちゃんが昨日は須田さんのポジションの気合がすごい、うんうんそう須田さんのポジションで、あとほっぺの時とかも結構近い、なんか割とそのがっつりこう目が合うとか同じ歌割りとかではなかったんだけど、割と近いポジションにいて、多分レオナさんと昨日おにぎりの日かも、高めて今日か今日おにぎりの日、おにぎりか美味しそうだね、北海道のボタンエビは最高に美味しかった、うまかった、いいな本当にボタンエビだって、はは甘かったですか、近年まれに見る立派な発音でした、ありがとうございます。
カノンさんのツイートしたんだけど、ありがとう、知ってるよ、ありがとう、嬉しいよ。もうそんな思い出したかったな、あ、思い出しかったな、今です、偉いです、おかえり。今日は健康診断なら体重が気になる、だってカノンも気になる、自分がね。マキコさんから何か嬉しい、なんだろうな、マキコさんから何か嬉しい言葉、嬉しい言葉っていうか、昨日の反省会でね、何かは言わないんですけど、そう、マキコさんが結構語ってて、なんかあれですよ、浸ってるとかそういうことじゃなくて、ちゃんとすごい話してくださって、みんなに向けてその言葉がすごい、うん、すごいね、響きました、すごい、なんか、うん、いい言葉もっと頑張ろうってすごい思いました、その言葉を聞いて。はよー、りんごママの素顔見せるなよ、うん、はよー、ピノさんちゃんめっちゃ清楚です、本当ですか、ありがとうございます。レインボーさんありがとうございます、いっぱい写ってたし、そもそもポジがめちゃめちゃ良くてもう嬉しかった、だって、うん、嬉しい。炎のさんの髪なかったね、なかった、そうそう、袖でありました、はい袖でありました。レオナちゃんの花くじやりがいつも素晴らしい、うんうん、鬼滅で公演を今後すると発表されて、そっかそっか、規制公演が、は、あ、そうですよね、なん、見たような見てないような感じでちょっと不安だった、発表されましたか、あ、なるほどなるほど、はよう、はよう、おはようございます。昨日は DMT 店をパソコンで見て、スマホのか、ね、通常配信の彼女を見ていた、あ、そうなんだね、ありがとう、ちょっとおこでしたから、はよう、タブの規制のデブのライブの効果もある、あ、なるほど、スニちゃん、そう、何種類か、ほっぺつねるときはちょっと焦りました、あれ、ゆんちゃんなんだよね、楽しかった、特別か、ただ足りなかったか、知らないよ、カチューシャだった、鬼滅の公演が始まるね、楽しみですね、青がなのか分からん、旧規制の方は、なるほど、バラの儀式からのダーク系のさんちゃんがいい雰囲気で出してたらって、ありがとう、早めないと、昨日お疲れ様でした、しかも旅終わらないもあったり、そういろいろあってすごい楽しかったです。あのちゃん、カチューシャの件はお子ですが、すごく似合ってて可愛かった、ありがとう、鏡について配信すれば OK、 大変じゃん、あよー、たい焼きありがとう、マネージャーさん、はい、まあ基本同じだけど、まあ昨日は、あ、基本同じかも、いやでも変わります、知らん、はよー、昨日お疲れ様でした、期生しか勝たんです、ありがとうございます、めちゃくちゃカメラ目線から、変化 MC のみおちゃんに最後まで、そうそうそう、そう話してたね、お披露目のこと言ってたね、確かにみおちゃん面白さ感じになりますみたいな、みおちゃんのダンスは本当お手本になる、うん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 、レモナちゃんは本当にすごい、シアターの目がキラ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 、感想ありがとう、嬉しいですね、嬉しいです、よかったです、こちらこそ、今日は金曜日です、頑張っていきましょう、あとちょっとです、1週間アンダー、学ぶところがたくさん、うん、本当にたくさんあります、オーガニックさん、どんちゃんさんですか、どんちゃんさんはもうすっごい優しくて、リハが終わった後に、あの劇場監督さん、舞台監督さんがね、あのここ、こうするといいよってところを教えてくださってたんですけど、その時からいてくださって、その言われたところ以外にも、その振りを一緒にやってくださって、すごい分からないとこあるって聞いてくださって、もうね、本当に教えてく、優しく教えてくださって、嬉しかったです。しかも本当に、もうなんだろう、もう本当に
本当に優しかったです。昨日はいよう思ったね。今日のかのんちゃんの好きなところ、成功成功として心が軽るまっすぐな心だって。いいありがとう。まだまだだけど、とりあえずね無事に終わってよかったです。みんながレオンなんかしてほしいとは思わないけど、あの背中はしっかり見ておいてほしい。しっかりお背中見ました。向こう側の声聞こえ、え、そうなの？向こう側？そう、衣装変えたんだ。ターザン。多分人数が増えたから。タスキ？カノンちゃんがセクシーだと喜びます。刀なし衣装はセクシー。そうですね。おはよう。セクシーな着こなし。歓迎。今日は何の日？おにぎりの日。MC はカノンちゃんの得意分野。あ、今日の何の日のあれか。MC か。カノンちゃんがセクシーになってしまう日が来るなんて、おはようミレちゃん、あ、おめでとうございます。そうそうそう、さっきもねお話ししたんですけど、500回ありがとうございます。なんでサンちゃんなのかのある。そう、チーム員の楽屋に賑やかですか。そう、楽屋に賑やかなんだけど、すごく超賑やかなんだけど、でも今コロナで、今ちゃんとねこういるところが決められてるんです。何時から何時はここにいてねみたいな。だからなかなかねあれなんですけど、みんなでいることがないので、でも賑やかです。すごい賑やかです。こんばんさんちゃん、昨日お疲れ様、お疲れ様でした。大エビも美味しいけど、ぶどうエビなんてあるの？え、じゃ気づいた、あの写真すごかったね。電気通しとかも、そうそうそう、始まる前と後に分けて、あの迷惑にならないように。でも撮りたかったから撮ってきた。あと1月の札幌での開戦楽しみだ。いいな。ただみっちゃんもたくさん写っていて姿勢が良い、姿勢がピン、確かに。はよー、たい焼きありがとうございます。昨日の声見に行ったよ、だってありがとう、嬉しい、ありがとう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 。マキコさんが救え特別レッスンやる。そうだね。ダンスダンス。嬉しいよね、マキコさんから教えてもらえたら。その言葉ちゃんとノートに取ったかな？なんか、ノートには取ってないんだけど、もう本当に心に刻みました。のは、大量の写真はなかったです。3人のポジ近かったんで、近かったんでした。ありがとうございます。はいよ、肉団子弁当ってなんだ。肉そう。カノンは結局また若鶏にしたの。この前の若鶏がすっごく美味しくって、また若鶏のロースにしちゃったんだけど、肉団子も食べてましたね。先輩たち、おはよう。先輩の中で踊るリカちゃんもいつもの違う表情。確かにね、そう、リカちゃんとも目が合って嬉しかった。かのんちゃん昨日の公演で何の曲が好きなのだ。何の曲が好きかな。まず最初、とりあえず重力シンパシー好きです。もうチュルルルって、あそこがもう本当に好きで、重力シンパシーがまず好きだし、あとはね、やっていく中で、あの女神も最近好きになった。最初のシャッフルの時は、あの感想が難しかったりとか、もうとにかく難しかったので、あんまりちょっと好きまでいけなかったんだけど、あの女神がやってくうちにどん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 好きになったよ。そんな感じか。あと、あのお縄からの白馬も気合が入る、楽しい。昨日アンダースタート、予期スタートが来ました。みゆたん、みくるみきちゃんも気合が入るよ。よかったです。お母さんラジオに来て、お配信ですよ。もうほんと今日の占いおしだは1、あ同じ感性の人と出会って意気投合の仲間がたくさん増えそうだって。嬉しい。1いいじゃん。2、1位と来てるよ。またちょっとビヨンって落ちるかもしれんけど、嬉しいです。時間で探されます。先輩がクヤトークもっと聞きたいよ。残念、行って聞いてな。
残念だ。ハートありがとう。カロンちゃんってチョコミント好き。大好き。チョコミントは昔嫌いになったのかも。嫌いになってたんだけど、もう大好きになったの。嫌い時期を経て大好き時期が到来。カノンちゃんも将来は後輩に教える時来ると思うと思うです。いやもうちょっとなんかちょっと不安になるよね、そういう面では。特にいい公演で言ったら、まあ自分がいいになるか分かんないけど、いい公演で言ったらすごいね、あの決めてるところとかたくさんあるんですよ。なんかそういうところをちゃんと一つ一つ自分で理解できるように説明できるぐらいまでってならなきゃなって思うし、それもあのこの前のあの2分間 MC で見学した時の反省会でそういうのが出てて、そうだなと思って、ね、いずれはそのカノンが伝えていく立場になった時に伝えれるところまでできるようにならなきゃいけないんだなっていう、そういう話をしてて、そうだなと思いました。すごくおにぎりの日買いたいよね。おにぎりの日、おにぎりだとちょっと買いたくなるよね。500回、そう500回、ロンちゃんさんいい話、そう3人でもありがとうございますって感じだった。はい、ご実家の方ババンありがとうございます。今日もいい一日になりますように。おはよう。やっぱり先輩の MC はすごい、そうそうなの、どんどん広がっていく、もう不安要素がないって感じ。うん、カノちゃんかっこいいだって全然だよ。ありがとうございます。若鶏美味しかった。鶏肉は美味しそう、すごい美味しい、柔らかいの。田波みずきちゃんと石塚みずきちゃんとみずきが2人だったよ。そうキャッチフレーズ似てた、カノも思った、やってて思った。遅くなりました、初ダウンだ、おめでとう通過様、ありがとう。カノンちゃんの謎の叫び好き、ミネちゃんの中学生ちょっとあれは自分でもすごい謎が深まるばかりって感じ。おはよう。リカちゃんの昨日も綺麗な汗がすごかった、もちろんカノンちゃんの汗も綺麗です。うふふ、ありがとうございます。なんとか来週から、あちょっと待って、仕事復帰できそうだから、え本当に気をつけてね、あのあおにぎり待ってます、あの無理はしない、無理しないでね。名古屋のおすすめのミントチョコ知ってる、えミントチョコにおすすめとかあるの、嬉しいな、知らないです。でこれが MC でレオナちゃんの静かみの先にやっちゃうかなんて、あの時にあのちょっとそれはあのやった後に気づいてめっちゃレオナさんのこと見ちゃったってやった後に気づいちゃって大丈夫だったかなって。でもレオナさんは静かみですから、カノは捕まえちゃうって感じ。はい、ちょっとそんな感じで自分の中にちょっとちっちゃな言い訳をして終わりました。わよ、昨日の公演配信で見てたよ、楽しさが表情にじみ出てた、うん楽しかった。仕事に行ってきます、少しずつカノンちゃんに戻ってます、順調に戻ってる、よかったです。お仕事頑張ってください。もう47分、すぬちゃん来るじゃん、なるほど、はよ、もういいでしょだって、わかんないわかんないよだって、ねだって聞いたところによると一回もアンダー出てないところに入ることもあるらしいので、うんちゃんタイム、なんか いらっしゃったよね、そんな先輩。セミは揃えるのを従事しているとか、先生会も一番長い、うんそうやって聞きます。のののさんとツーショット撮ったよ、ツイッターに載っております、ググありがとうございます。すぬちゃん DM 見てたのかな、今回ママ教授にさりんちゃん応援していたかな、したかな、いたかな。先輩の中で MC するかなちゃんもよかったですか、あとありがとうございます。電車着いたからまたねーだって、またねー、またこやねん。チーム E の反省会は手表より2分間 MC は反省会も勉強になるんだねだって、うーんとやっぱね、あのこの前はちょっと残ったんだけど、もうか先に帰る時もある、先に帰る時もある、もうタクシーが来ちゃいましたみたいな時ね、まあ呼んでいただくんだけど先に帰る時もあります。フェスウッズ、ハイザンちゃん、ハイザンちゃん、8期と9期生が鬼滅で9期生もさんも会えるんだ、10期もあ確かに、本物さんがそうでございます。2年前ぐらいにチョコミント巡りしてまたをするから教えてチョコミント、チョコミント大好きなの、
今度はあかりさんが出るときにあんた出てほしい。おー、そださん、すなちゃん今週最後の投稿時間かな。そうですね、じゃあ言い訳して、そうそうそう、そろそろ生まれ投稿時間。よし、ピッシャンのイヤホン2台アンドロイド携帯1台全部反転してた、反転してます。先輩もすごいね、進歩でもどんどん対応ね。そうだよね、ついこの間覚えたばっかりなのにね、すごいですよね。今日はグーでいこう、グー、カノンもグーでいきます。ほのの顔忘れてます。会えてないから忘れないで。昨日の公園でお弁当食べたよ。でも始まる前は衣装が衣装だったから食べれなかった。終わってもうすぐ食べました。あ、すぐちょっと経ってから食べました。全公弁全ポジション覚えていつでも出るラピース。うわー、ケツ声も見たかなちゃんが頑張ります。ゆうちゃん何か感想伝えて。え、でも本当にみんなお疲れ様って言ってくれて、そう、いろいろね、その終わってからも話したけど、特になんかどうだったみたいな、こう結構聞いてくれる感じが多かったかな。鬼滅の公演の病読んでた10期公演はどうなった。まあ、10期はでも研究生公演が戻ってて、いつも10期だからね、10期公演みたいな感じだよね。今度チームいい公演出るときサクシーで里川さんに負けない。サクシースヌちゃんズズズ、あ、ジュキも覚えると青がの完成で、おー、スヌちゃんじゃんけんグーを、あ、パーを予約したらもうカノには絶対勝ちます。遅刻だぞ、それまで。今後のアンダーステイもどんどん楽しみになってきました。よかったです。それぐらいの対応力がないとダメなんでしょうね。52分、僕もグー予約します。グー、ドタバタ、今聞こえたね、ドタバタしてる。そういうのカロンちゃんもうスクランブルができるくらい飲めばいい。わー、スヌマルカパルット、何、あ、来た、いってらっしゃい。いきなり来ましたね。あ、なんでやねん。絶対あ、なんでやねんだったよね今。面白かった。カノンはグー出しました。スヌちゃんはグー、スヌちゃんもグーを出しました。皆さんどうでしたか。勝った、いってら、いってらっしゃい、あ、いってらっしゃい、ためにしてた電車入ってください。敵負けた、ピエン、いやもし、あら、サンちゃんは、あ、スヌちゃんがね、スヌちゃんが、スヌちゃんにくちゃ。カロちゃんはやる気元気、タヌキ、あ、いいじゃん、今度行ってみるね、タヌキはと思って。はい、なんでやねんでした。さあ、それではサンデスタイムに行きたいと思います。おきおき、さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンです、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、アットマークファミリー、ありがとうございます。10位さんです、アットマークファミリーちゃん、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、アットマークファミリー、イエーイ、ありがとうございます。7位さんです、アットマークファミリーペコリノン、ありがとうございます。6位さんです、ありがとうございます。5位さんです、アットマークファミリーまらまら、ありがとうございます。強いさんです、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマークコミュニティ、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマークオーヤクハムにありがとうございます。そして今日の第1位はどうしようかな、どうしようかな、ずる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 、大好きだ、大好きだ、君が大好きだ、僕はね、上空で走る、ありがとうございます、おめでとうございます。そして今日の85位やっこさんは、おー、さんです、おめで
とうございます。あなたもぜひヤッコハムになっちゃってくださいね。なんかこんな名前のアンパンマンのキャラクターいなかったですか。気のせいか。ありがとうございます。出てきてね、おめでとうございます。さあ、じゃあ貯金タイムにいきたいと思います。今日は今そう飲め人数で3279人の方が来てくださっているので300円貯金したいと思います。そう、たい焼きありがとう。皆さんぜひカノンにフルーツ大福を、カノンだけじゃなくスナちゃんにフルーツ大福をよろしくお願いします。100円貯金、200円貯金、300円貯金。それでは皆さんお耳にお気をつけになられて、せーの、ありがとうございます。そう、フルーツ大福が食べたいの、あのチャレンジでねいただけると思うので、たい焼きくんは、たい焼きくんもぜひ泳がせてください、ここに。はいさあ、耳大丈夫ですか。それでは今日も見てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。少しでも気になってくださった方は、ぜひこのハートをピックにしてフォローよろしくお願いします。昨日はフェスティバル公演本当にありがとうございました。先輩も見てくださった方もありがとうございました。昨日大富豪でみぐるちゃんとみぐるんとココナちゃんとデキング連続でいいね、フォローしました、ありがとうございます。最近更新してないかも。大富豪は、大富豪をね、さ、そう忙しくて全然できない。え、今来てもらう、時間余る、え、余った時間が余りました。なんでこんなに急いでたんだろう、なんで急いでたのかな、ゆっくりやればよかったのにね。音でかい、これぐらいかな。今日は中ちゃんさんの生誕祭です。お、皆さん存分にお祝いしてきてください。2分、変顔、変顔か、変顔、変顔やるじゃん。幸せの、そうですね、神社見たいってコメントがあったね得意の釈迦あまり1分30秒、今から昨日の声を見ます。ありがとうございます。ぜひたくさん見てください。ポーズしたく映画見に行きたい。やっこ映画ハッシュタグできたの、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。バイバイ。ガオカノに戻ったかな。今日もこの辺でまたくやんね。バイ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 、あ、バイ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 。あ、追加になりそうじゃない、これ100円いけるんじゃん。50円、更新されたら入れます。50円、あなたはだんだん眠くなる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 。よくやられた。寝れないって言うとスヌージーが紐を持ってきて五円玉とかぶらせて、あなたはだんだん眠くなるってやられたありがとう、1000回、嘘、ありがとう、いっぱい見に来てね。